ゆみさん、なんか弁明ありますか？もしかして俺を殺すんだったら一人の命をあの要求するからな。あーあーあーあいやー、小根島の日常は親のいない日常で大変だったな、ボマー人狼スタート。どういうことだよ。なんならあれやんな、ゴレイヌがゴリラと戯れてたんは実はあれ、小根島さんやったら架空の親と戯れてたんだ。いや、あのね、親ってもサソリやん。おい、誰が赤砂のサソリや、こら。おい、俺は親の靴作ってないからな。ちょっと早いけど、ないとこか。親の靴作ってないから。食べますよ。はいはい、ローバです、ローバです。あ、ローバだよ。しっかりローバが定着してる。よし、俺の予言だぜ。ザム予言了解。はい、おい、ショッピ近いぞ、お前殺すぞ。殺してみろや。今回は確定です。ロバ、ショッピ出てた。あ、殺して殺して。え、ちょっと予言の対抗は出てないのか。出てないね。メモしとくぜ。いや、あの、予言、俺メモやろ。あの、お前以外はね、メモいらんねん、これ。そうすか。いや、しかもせめてメモされたら俺じゃなくてゾノにしてくれ。せやな。白パク2人はでもでかいんじゃない。はいはい、いいじゃないですか。じゃあ、じゃあもうさらに予言見てね。うん。チールなんで今立ち止まってた。ミさんが今オリンピコリ待ってるけど、どういうこと。いいぜ、ドム好きなやつ予言してくれて。ご挨拶やいいのかぜ。ちょっとエミさんが怪しい。エミさん占うしかねえな。おお、ご挨拶だけやっていけ。おい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 、エミさん、なんか弁明ありますか。もしかして、俺を殺すんだったら一人の命をあの要求するからな。あー、人狼です。ありましたね。お前らエビさん殺したら白くなれるぞ。エビさん狩りだ。あの、シャロさん、これいります。ここにいるんですか。あー、じゃあシャロさん近づいたら危ないですよ。これ、まあ、これ差し上げるんだ。はい。あ、間違えた、間違えた。あ、やばいやばいやばい。ちょっと、え、ちょっと、やばい、これはやばい。ちょっと、小西はやったな、お前。あ、待ってください、待ってください、待ってください。じゃあ、俺が、あの、目の前のシャーロンさん殺さなきゃいいんでしょ。いいでしょうじゃないよ。小島さん、目の前で停電使ったっすけど、殺さなかった。いや、怪しいなぁ。いや、ちょっと、なんか良くないなぁ。今のはやれたよ、俺、人類やったら。なんかシンマの手になんか停電スイッチ見えて、なんか嫌な予感はしたんよな。なんかここで打ち合いした通りやん。何？え、チーノじゃないか。いや、なんか透明がおったで。透明はあれちゃうか、エフェクト見間違えちゃうか。今出てる透明、ちなみにあれやで、煙出えへんで今回。うん、そう、いやでもこの弓矢で撃たれたから。あ、ダルはいるね。ダルの姿もなかったんな。あ、小根島さんは停電だったから違うよな。ちなみに俺はこのアイテムを持ってる。つまり俺は透明を持ってない証明になるぜ。エミールちゃん、エミール。エミさんか。やっぱりエミールやったか。あ、エミールか。白角周辺で透明化で撃ったってなったら、エミさん説は濃いっちゃ濃いな。え、これとりあえず白角さんに確認だけど、エミさんやればいいんだよね、これ。エミさんだね。エミさん黒だし、いいんじゃないかな。はい、え、他のグレーメンツはどうすんの。おー他のグレーメンツは一旦ステイ。あー、やり合ってもうてもかまへんけどな、もう。だとすると、もう目の前におるんやが。これ、撃ってってことですか。エミさんが先でいいの。あー、エミさんは多分、どうせ動くやろうしな。まあまあ、確かに。はい、じゃあ、いいんじゃないかなって思うけど。じゃあ、エミさん、じゃあ、エミさん以外もやっていいんだ。
お前血の気多いな。俺死にたくねえ。いやちょっとね、あの俺ちょっと停電によって歌が濃くなったから話さないとならないから、まあ、確かに怪しかったな。あ、じゃあグレーにもろともやるよ。エビル見つけた、エビル見つけた、エビルいた、庭から行ったとこの建物の中や。うわっと、なる、びっくりした、お前びっくりした、チーノ殺さんのか、俺のことを。逃げよ、とりあえず庭から行ったから。エビさんが真ん中の方、あーありがとう、メイン玄関の方に行った。あーれー、メイン玄関で、ね、1階ね、メイン玄関、メイン玄関が外行った、庭の方に行ったかな。ショッピー任せろ。おー、ゾム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 は白だって。あ、ゾムは白だぜ。あ、チーノ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 。あー、また美術館的なとこに移動したかな。そう、うわー、同じ場所は嫌や。それはそう。うん、あと、どれに撃たれた今。ラグさん、危ない。あ、誰、あと、どれに撃たれた今。ラグさん、危ない。さよなら。あ、誰、ショッピング、ショッピング、違う、違った。え、ショッピング、どうして爆発した今の。エミさん殺したんか。え、エミさん、エミのショッピングが倒しま、じゃあ、ショッピングがエミを倒しました。彼は昼食済みです。じゃあ、ショッピングが白やな、これ。そういうことやな。え、どこで、どこで死んだ。あー、アサリてー。あー、それ行きたいなー。アサリてー。トントンはちょっと白寄りかも、かもか。そこまで、ね、あー言ってくれたからってことね、うん、あー、なるほどね。いや、もしもしトントンがその強靭か人狼だったらエーミールやる前に多分初期分背中刺すでしょ、これ。まあ、それはさせなかったっていう。まあ、させなかったのか。いや、でもそもそもとしてエーミール見つけて僕報告しませんよ。確かに報告してたらエーミールおった言ってたの。なまあ、となるとあれか。じゃあ俺はロボチの、ロボチの狙えばいいか。俺の視点から結構ロボチのコネか。いやー、やるか。ロボチのコネ、俺の中ではシンマが一番あれかな。じゃあ怪しいですか。おー、なるほど。俺むしろ白目やけどな、シンマ。あ、マジでガチ目の前で停電使って俺のこと殺さなかったから。あー、あ、そっか、それがあんの、まあ、確かに。まあまあ、まあ俺が自分だったら、まあ、シャオロンぐらいはやるわ。え、水だらけないか。あ、トントンさん。あ、どうも、死体あさりしてるやつを監視しに来ました。あさります。じゃあ、ショッピ君のやつでも本見とくか。あ、人狼ではありますね。まあ、そらそら、まあ、せやろうな。あ、エイミールあれか、透明使ったのか。なんかそれやとあれやな、透明使ってわざわざチーノを打ち込もうとしたってことはチーノも白っぽさあるよな。いや、え、じゃあもうロボロは確定ってこと。そうなると俺は殺されるに値するってことになるんやけど、その場合。そうか。俺は村なんですが、まあ、でもそのために小根島を殺せば証明できるってこと。あ、小根島殺、じゃあ俺が小根島かチーノ殺して殉職すればいいってこと。これチーノやっていいんだっけ。いいよチーノもやっていいよ。あ、いいよ。その3組はもう好きにやってください。はいはい。すげえ白い気がしたんだけど。いや、俺もすげえ白い気がしたよ。いや、でもいいんだね。オッケーオッケー。うん、あ、じゃあ、ね、まあ、ゾムさんどうですか。あ、まあ、ゾムさんどうですか。え、いいんちゃう。エミロンさんやとチーノが強靭かどうか分からず打った可能性はある。え、チーノ白となるとやっぱ小根島だよ。あと、そっか、一人か。とでもまあ強靭もいるからな、うん、ワンちゃん。唯一アイテムくれたのはチーノやったから、俺はチーノと城に置きたいな感はあるけど。チンバもう渡してくれようとはしたよ。でも渡してはない。でも ロボロも結構合ってるけど遠くになーって感じだけどな。あ、チーノやん。お前、俺にめっちゃ撃ってきてよ。お前いや、俺じゃないってそれ。いや、こっかくんとお前やったやろ今。その白い、白と青色お前やん。それはおかしいって。あれ、さっきチーノ白いって話になったんじゃないよ。それお前が言った。お前さ、その手のひら返しは怖いって。いや、お前今矢打ってきたやん。お前打ってきたよ。すいません、白がブレると僕らがブレるんですよ。いや、じゃあチーノ殺しましょう。チーノ、打ってきました。チーノを殺すの。自分で言うのはなんやねんけど、ロボロかトントンやと思うで、この場合俺。え、なんで。え、だってチーノがエビさんに狙われてたんでしょ。だから、チーノが強靭っていう話でしょ、これは。ああ、そういうことか。チーノは黒ではないにせよ、あの強靭で、あの間一髪やった可能性はあるよねって話。そうそう、チーノ撃ってきたわ、俺のこと。いや、撃ってない。じゃあこの下に刺さってる弓は何なんですか。これは扉を開けるためにあれじゃないですか、シャオさん。なんで煙幕投げたんですか。なんで煙幕投げたんですか。おいおい、言い逃れできへんよ。
おいおいおい、やっぱり黒じゃねえか。チーノ、あ、ごめん、チーノ殺したけど、僕爆発しないです。だから巨人ですね。巨人やね。じゃあ、トントンとやり合えばいいんだね、俺。え、これしももう死んでるってこと？じゃあ、お前。はい、殺しました。お前やんけ、じゃあ。ほら、もう弱したやん。おー、いや、違うね。いやーん、チーノ死ぬんかい。待ってください。もう俺の最後の望みやったのに。だってエミさんが死んでさ、いやエミール頑張っててんで、頑張っててんけど、いかんせん逃げ腰すぎてしょっぴくん、えいグッバーイ。頑張ってんけど、いかんせん逃げ腰すぎてしょっぴくん、えいグッバーイ。グッバーイ。グッバーイ。ちょっと待って、開けた時のフリーズ感すごかったよ。チーノ死んでる。え、これさっきの現場と思ってそのまま死んない。僕がいます。僕が仲良ししてる。え、どこで死んでる？どこで仲良ししたの？庭に出る。あ、お前仲良ししてる。いや、違うんすよ。いや、俺マジで隠れようとしてたんです、奥に。あ、そしたらシャオロンがいたの。だシャオロンが先回りしてたわけや。ロボのチーノの死体の前で呆然としてたからさ。いや、あれさっきのこんなことしてた現場が目の前にある。なんでって思ったら。いや、それはおもろい。